皆さんこんにちは。車のニュースからです。トヨタは2022年6月1日に新型 GR カローラ RZ を初公開しました。1966年に発売されたカローラは長年トヨタを支えてきた主力モデルで世界中の多くのユーザーに支持されてきました。時代の変化に合わせてカローラのワゴンやサブが登場。そして 今回新たに4区のスポーツカーが投入されることになります。トヨタ社長は、多くのお客様に愛していただける車だからこそ、絶対にコモディティと言われる存在にしたくない、お客様を虜りにするカローラを取り戻したい、という強い思いのもと、新型 GR、カローラの開発を開始、開発にあたっては、レースで勝つために鍛えた車を市販化するという、モータースポーツを、 起点とととししたたもっいいい車作りを実践したと言います。日本仕様の新型 GR カローラ RZ に搭載されるエンジンは GR ヤリスにも搭載される軽量かつコンパクトな1.6リッター直噴3気筒インタークーラーターボエンジントヨタが20年以上ぶりに開発したスポーツタイプの全枠駆動システムと高トルクに 対応するレブマッチ機構を備えた6足が組み合わされます。カローラスポーツと同じく5ドアハッチバックの5人乗りしようとすることで実用性も確保しました。新型 GR カローラの外観はボンネットやフロントフェンダー後方に設けられたエアダクト、リアスポイラー、特徴的な3本出しマフラーを装備するなどワイドなスタンスと 各種エアロパーツによって野生味のある走りを予感させるデザインを採用内装にはプロドライバーの意見が取り入れられており特にコクピット周辺は 4WD モード付き GR メーターやターボ圧やギアポジション表示タコメーターを搭載した12.3インチカラーマルチインフォメーシ4ディスプレイ付き GR フルメーターなどが新規開発されましたなお新型 GR カローラ RZ 派2022年秋頃から発売されます。なお、さらに走行性能を磨き上げた2シーターモデルとして GR カローラモリゾーエディションが2022年冬から台数限定で販売される予定です。いかがでしたか本日はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。